おお、比企ヶ谷じゃないか。どうしたこんな夜中に。おお先生。いえ、なんだか寝つけなくて。ならちょうどよかった。少し付き合わないか。ひょっとしてラーメンですか。なかなか寿司がいいじゃないか。いやでもさっき飲んでたのに飲酒運転じゃないんですか。飲んでいたのはウーロン茶だよ。アルコールは口にしなかったぞ。このためにな。はあ。どうだ？うまいだろう。ええ、麺とスープの相性も抜群ですし、こんなとこよく見つけましたね。私の趣味だからな。しかし残念ながら、この高度な趣味を共有してくれる人間は君ぐらいしかいなくてな。それにしても、あの人よく見逃してくれましたね。春野は夜食のラーメンまで付き合うタイプじゃないからな。今日の野望を話したら呆れてたよ。ああ、確かに。ま、あの子が今見ているものは自分だけだからな。酒の相手なんて自分が楽しめれば誰でもいいのさ。まだこの相手でなければといった人間を見つけていない。見つかるんでしょうかね、あの人のお眼鏡にかなう人なんて。さあな、すべてあの子次第さ。まあそりゃそうですが。まああそこも姉妹でもっと腹を割り合うべきなんだろう。そうできればあんな風じゃないんでしょうけどね。まあそう言うな。ただの理想論だ。だいたい君は雪の下のために割って入るつもりがあるのか。それはそうと、なんだか物足りんな。やはり酒がないからか。おい、B！ ちょ、ダメですよ。帰りの運転もあるんですから。ああ、確かにそうだったな。ここは我慢するか。薄情なようですけど、それこそ雪の下たち姉妹で解決する問題じゃないですか。第一、そんな形で割って入っても、雪の下は喜ばないでしょうし。その上でという意味で聞いたのさ。その上での話ですよ。そっか、それが君の選択か。まあ、今のところは。まあ、今はそれでもいいさ。いやー、地方ながらになかなかの店だったな。ですね、大満足です。では、そろそろ帰るか。え？
ん？お？どうしたんですか？どうやらエンストしたらしい。え？まさかこんなところでとはな。いやー、参った。マジですか？仕方ない、自分で何とか修理するしかあるまい。どうした引きがや、君は中で待っていたまい。いや、さすがにそうもいかないでしょう。俺も手伝いますよ。そうか、すまない、私が連れ出したばっかりに。まあ車のことはよくわかりませんが、何か手伝うことがあれば言ってください。優しいこと言ってくれるじゃないか、意外だな。いや、そんなこと言ってる場合じゃなくて、遭難しないようにしないと。そうか、それもそうだな。これはどうやらお手上げのようだな。かもしれませんね。致し方あるまい、今夜は車内で一晩過ごすしかなさそうだな。気温が上がれば動くかもしれんし、動かなかったら助けを呼ぼう。え？幸いトランクに確か予備の毛布があったはずだ。さすがに凍え死ぬということはあるまい。引きがや、寝るなよ。寝たら死ぬぞ。それ絶対言ってみたかっただけですよね。まあ、なんだ。なんか甘いものが食べたくなってきたな。チョコレートとかですか？あいにく持ってないです。チョコレートと聞くと、なんだかこの前のバレンタインイベントを思い出すな。それ走馬灯じゃないですよね。あいにくまだ死ぬつもりはないよ。俺もです。このスキー合宿も楽しかったな。まだ1日目ですし、過去形はやめましょう。そうだな。引きがやは楽しんでいるかね。悪くはないですが、正直疲れます。君は真面目だからな。ええ、まあ。そうやって真面目に悩んだり傷つけることを恐れたり、でもそれも今しかできないことなんだろうな。
でも君は迷惑をかけたり傷つけることなど恐れなくてもいいんじゃないか。それは乱暴じゃないですかね。乱暴か。でも壊してしまうことを恐れて何もできないことは結局壊すことよりも後悔が大きいかもしれないよ。先生の実体験ですか。ただのよくある例え話さ。ただまあだが結局あの時こうしていたらと考えない人はいないといったところだな。先生の青春時代はどうだったんですか。茶化すのはよしたまえ。そうだな、昔のことすぎて忘れたよ。俺は先生がどんな高校時代を送ったのか聞きたいですよ。私の高校時代なんて取るに足りないことばかりさ。君たちみたいな時代は誰にもあるってことだよ。ただ君たちを見ているとありえたかもしれない可能性のことを思ってしまうこともある。本当に恥ずかしくなるくらい昔のことだよ。そうですか。俺はいつか先生の昔話を。そうひきがや、おーい、ひきがや。どうやら車が直ったらしい。喜べ、これでやっと帰れるぞ。いいか、そっと入るぞ。誰にも見つからんようにな。はい。よし、誰もいないようだ。うす。あ、先輩と平塚先生、おはようございます。朝から二人して何やってるんですか。コートとか着込んでこそこそ怪しいんですけど。いや、これはだな。あら、おはよう。
でどこかに出かけていたようだけれど、どこに行っていたのかしら。いや、これには事情が。否定しないってことは、二人でどこかに出かけてたのは事実なんですね。はい。安心なさい。深く問い詰めるつもりはないわ。きっと聞いてしまった方が何かと後悔しそうだし。ちょっと待て、お前ら絶対なんか誤解してるだろ。え、二人で朝まで？二人でラーメンを食べに行ったんだが、車が壊れて帰り道が少々難航してな。結局帰るのが朝になってしまったんだ。教師と生徒が二人で夜食を食べに行った上、夜明かしたなんて感心できないわね。まあそう堅いことを言うな。ご当地ラーメンの誘惑には勝てなかったんだな、引きがや。そうですね。軽く掃除したらゲレンデ行きましょう。早くスキーやりたいのでちゃっちゃと済ませてくださいね。アルノさん、昨日のくじ今日も使っていいですか？いいよいいよ、どんどん使って。じゃあ私はめぐりと一足先に朝スキー行ってるね。みんなよろしく。先輩、止めても無駄よ。一色さん、さっさと掃除をしてしまいましょう。